ユーゴ別府だな。何者だ。答える必要はない。君たち3人の身柄を拘束する。青年が手撃。帰れるんですか。一緒に逮捕した女と同じように追い送ったもの。ご家族の方？友人です。犯罪に関与した娘だって置いてかれたんだけどね。私たちも困ってるのよ。うん、これは血液から大量のアルカロイド反応が出てるのよ。この子一体何をしてかしたの？担当の先生よ。ここに運ばれてきてからずっとそうなの。先生が来たからって何かできるわけじゃないのよ。今日は早く落ち着いたわね。あなた友達だったら家族に連絡ぐらい取れない？この子を引き取ってくれるよ。伝えてもらえないかしら。このまましばらくお願いします。仕事が終わり次第僕が迎えに来ます。ブラゴベシチェンスクに行きたい。途中までならば助かるよ。あれな、
はい。ご命令の品、お届けに参りました。ご苦労。外国製か。はい。どうした？シェイキン中佐がお呼びです。ネゴシエーターが消えたそうです。本当にここでいいのかい？ああ、次の車なんて来やしねえぞ。このまま川伝いに歩くよ。だがよ、風もやんじまってる。今夜あたりマロースかもしれんぞ。悪いことはやねえ。このまま一緒に。おい、外国人のお前は知らないだろうけどな、マロースってのは氷点下40度以下まで下がることもあるんだ。俺たちだって恐ろしくて出歩いたりしねえ。死んでも知らねえぞ。いろいろありがとう。聞く玉でもなさそうだな。街が近いな。向こうは中国か。これ以上アムール川を進むと国境警備隊に発見されかねない。
報告によりますと、3日前ハバロフスクをたったトラックにネゴシエーターが乗車。ジャーガは合流点でトラックを捨て、徒歩でここブラゴベシチェンスクに向かったとのことです。奴がトラックを降りたのは、運転手の証言によりますと昨日の午後4時頃ということです。この情報によりアムール川流域を捜索したところ、ゼイヤ川合流部より200メートル下流の地点で有刺鉄線をくぐり抜けた形跡を発見しました。現在市内各所に部隊を配備、切腹しているネゴシエーターを捜索中です。しかしその情報だけで奴がこのブラゴベシチェンスクに潜伏したと言い切れるのかね。は？私はネゴシエーターユーゴ別府の失踪直前の肉体と精神の状態を科学的に把握している。私の尋問により著しく体力を消耗し自我も崩壊している。計画的な行動自体取れるはずはない。もし有刺鉄線に残された形跡がネゴシエーターによるものだとすれば、彼は衰弱した体でマイナス40度、風速30メートルの吹雪の中30キロもの距離を一晩で踏破したことになる。しかも方向を違えることもなしにだ。到底考えられん。君はそんなことも分析できないのかね。君の尋問に落ち度があったとは考えないのかね。彼の能力を適切に判定したという自信はあるのか、ビクトル君。尋問の後彼を即刻強制退去させるという命令が実行できたのかね。君の判断ミスが現在のこの状況を生んでいるとは思わないのかね。だがビクトル君、私は君の判断ミスは不可抗力ではないかと思っている。ネゴシエーターの能力の判定はもともと凡庸な将校には無理だったとね。そうでなければ我々は月例の懲罰委員会の議題にされるところだ。懲罰委員会。しかし相手はこのブラゴベシチェンスクへの潜入を果たした、不可能と思える計画を実行した男だ。君がその能力を見誤るのも無理はない。そうだろう。 はい。このことは君に責任はない。君を任命した私にもだ。わかるな。は、仰せの通りであります。よろしい。この件は不問としよう。折り難い。彼が身の危険を冒してまでここに潜入した狙いを君はどう考えるかね。考えられることは一つです。彼の目的がナジェージュダを合法的に国外へ移住させることであるならば、彼のブラゴベシチェンスクへの潜入は体内傍聴局との交渉以外ありません。バカな。我々に交渉の余地がないことくらい身をもって知ったはずだ。我々ではありません。この作戦の最高指揮官です。まさか内務省体内傍聴局シベリア地区司令官。ガラーホは少将閣下との直接交渉、それが彼の目的です。全ての要員の休暇を取り消せ。緊急配備の人員配置を2倍にする。奴の目的などどうでもいい。捕らえしたい日本に強制送還するだけだ。いいな。私は一旦宿舎に戻る。各員報告を怠るな。はっ。
はい。今物音がしましたが、何か異変でも？着替えをしていて転んだのよ。お気をつけください。話だけは聞いてあげる。でも勘違いしないで。左手でも銃は扱えるし、警備兵を呼ぶこともできるのよ。君がこの任務に就いたのはいくつの時だ。僕の調べでは8年前、君は19歳の時、アメリカのロシア財団の推薦を受け、セルゲイ・アレクサンドロビッチの秘書として着任している。その頃の君は任務をどう考えていた？答えてほしい。君を知る上で大切なことだ。何も考えない、感じない。そのように訓練されてきたから。ソビエト連邦が崩壊した時のか、君は外国から自分の祖国が音を立てて崩れていくのを見たわけだ。それでも君は何も感じなかったのか。初めて何かが愛しいと感じたわ。とても。その時溢れ出た感情は祖国への思いじゃないのか。そしてセルゲイ氏も君と同じ思いを感じていた。見せてくれないか、彼の遺言状。同じ思いを綴ったものなら大切にしているはずだ。2000億ドルにも及ぶロマノフスキーの財宝、その使い方を誤ってはならない。セルゲイ氏は祖国ロシアの復興に役立てることこそナージェンカの幸せにつながると考えた。それは僕も同じだ。作成時にコピーしたものだ。内容は今あなたが話した通り。セルゲイ氏は全ての点で立派だった。国家に背く犯罪者だと聞かされていたのに、彼は本当に祖国ロシアを愛していたわ。私も彼が愛するように祖国を愛したいと願った。だが息子のアンドレは違った。父が他界するや否や、ここに書かれた2000億ドルを自分のものにしようとした。この遺言は、神、私は全てをあなたに委ねると結ばれている。これはこの莫大な財宝を神ではない、一人の人間に委ねてはならないということだ。それがアンドレであっても、内務省体内傍聴局司令官であろうと。出てって。これ以上何も聞きたくない。セルゲイ氏の遺言を執行するためには君の協力が必要だ。私に裏切り者になれというの？君がなる必要はない。紹介してくれるだけでいい、裏切り者。性格が残忍で教養のある男が適任だ。そういう男は自分の想像に怯えて人も自分さえも裏切るものだ。心当たりは？待たせたね、ビクトル中尉。どういったご用件でしょうか？
君はハバロフスクでネゴシエーターユーゴ別府を尋問したな。その際彼から協力もしくは情報提供を持ちかけられた事実は？は？私にはさっぱり。どういうことですか？質問にだけ答えろ。持ちかけられたのか？そのような事実は一切ありません。ではこの文書を確認してくれ。数時間前、本部前の植え込みからユーゴ別府の所持品とみられるバッグが見つかった。これはその中から出てきたものだが、奴は依頼人である日本のアンドレイにこの書類をファックスで送っている。この文書によると、ユーゴとガラーホワ少将の交渉に便宜を図る謝礼として早急に20万ドルを振り込むよう指示してある。君の銀行口座にだ。バカだ、デタラメです。スイス銀行に口座があるのか？これには君の口座番号も記載されている。バッグが発見された場所から見て、ユーゴはすでに君と接触していたのではないのか？濡れ衣です。そのような事実は一切ありません。接触もしていません。信じてください。大尉、信じてください。誓えるのか？もちろんです。祖国ロシアに誓って事実無根です。ビクトル中尉、私は職務上この件を報告しなくてはならない。しかし私は君の忠誠心を信じよう。感謝いたします。私の信頼を裏切るな。はっ。ユーゴ、私が協力できるのはここまでよ。なんてことだ。奴は私をはめようとしている。待っていましたよ。あなたとは話がしたい。ビクトル中尉。おお、体制が崩壊してもロシア人は誇り高い。どんな状況でも自分の仕事を果たす人々、ロシア人としてのプライドが人々を支えている。しかしそうでない奴もいる。リューバを病院に送り私腹を肥やすビクトルをユーゴは許すことができなかった。次回、ユーゴ交渉人セカンドネゴシエーション第5話、尋問。